今夜も鳴りやまないですね。やっぱ後半からやっぱ火つき出しましたね。もしもーし。もしもーし。もしもーし。お名前をお伺いしてもよろしいですか。2回目ですけど、はい、ストフォレです。ストフォレさん来ました。2回目登場。前回も、はい、ありがとうございました。いやいやいや、はい、あの続きまさか進展ありましたか。いや、 やっぱり、はい、あの嫁の方は、はい、あの変わらずっていうことなので、はい、今日は違うお悩みで来ました。なるほど。あ、パパパパ言うてるで。はい、あのちょっと起きちゃってすいません。いやいやいや、全然全然。癒しボイスがね。はい、じゃあ伺います。いいですか。はい、まあ、星ドラのお悩みは皆さんあのたくさん出てたので、はいはい、あのちょっとまたあの人生の方のお悩みを。いいね、ぶっこんできますね。ストーレさん、ぜひぜひ聞かせてください。私大好物ですからね。はい、あ、そうですか。はい、以前、はい、あのマルベリさんの動画見てた時に、はい、あのその仕事がすごいなんかその大変で、はい、であのもうその睡眠が全然ない状態で、はいはいはい、あの奥さんの、はい、あの出産に立ち会ったみたいな話を聞いていて、あ、はい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 、あ、なんかすごく自分も立ち会ったことがあったので、あ、はい、面白いなと思って聞かせてもらってたんです。はいはいはい。で、はい、まあそのまあ、ちょっと仕事の方の話になっちゃうんですけど、全然全然、その時に、はい、マリベリさんが言ってたのは、マリベルじゃなくて、マルベリさんね。マルベリさんが言ってたの、ちょっと口回ってる。あ、大丈夫、大丈夫。冗談、冗談。マリベリさんが、はい、言ってたのが、はい、その、目指すものが、はい、こう、その社長とかと同じであれば、はい、その、別にその、仕事量でどうこうとか、はいはいはい、その、どんなに大変でも大丈夫っていう話をしてたのを聞いて、はいはいはい、すごい励みになったんですよ。あ、なんか、なるほど、ね、かっこいいなと思って。いやいや、かっこよくはないですけどね。で、あ、はい、そういうふうに考えていけばいいんだと思ったんですけど、はいはい、ちょっと最近その仕事がやっぱり厳しくなってきて、はあはあ、楽しさがこうだんだん失われてきてるんですよね。なるほど。で、はい、まあ、ちょっとその自分のやりたいことと、はい、その上から言ってくることが違かったりとかするじゃないですか、はい、会社って、はい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 、なんかそんな時にこう、はい、マルベリさんだったらどうやってモチベーションを高く持っていくのかなって。なるほど。ちょっと慣れてきてというか、まあ、経験も積んできて、はい、こうちょっと部署が変わったりとか、はい、役職が変わったりするじゃないですか。でその時にその役職変わったら、うん、なんかその今まで楽しんでやってきたこと、はいはい、がなんかそのちょっと違う仕事になっちゃったんですよ。あ、うん、で、はい、そうなってくるとなんかその今まで楽しんでやってた仕事が、うん、なんかそのちょっと変わったことによって、はいはい、なんかこういうことがやりたかったんじゃないんだよなっていう感じですか。はい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 、うんうんうん、でそれはこう今の話だけ聞いてるとやっぱり会社入った時は自分のやりたいことでこう結構どっちかというと技術職寄り あのお仕事なのか、まあ、専門的な要素があって で、ね、なんかこう部署が変わったのか、管理職になったのかどっちかだと思うんですけど、はい、その完全部署移動でそうなったのかその管理職になったのかによってちょっと変わってくると思うんですけど、はい、あ、なるほど。じゃあ言うと、はい、管理職になっちゃったんですよ。なるほどね。っていうとこなんです。まあもうこれは腹くくるしかないです。この世の中で一番とにかく中間管理職っていう職業が最も会社にとって、はい、都合のいい扱われ方をします、はい、あ、そうですよね。あ、やっぱりそうなんですよね。これが難しいところでね、まあ、会社の形態にもよるんですけど。なるほど、うん、もうこれは、まあ、人によりますけど完全一回犬になるって覚悟を決めるか、はい、やめるかと二択になると思います、はい、選択肢はもう犬になるかやめるからですね。いや本当そうですね。で私のおすすめなのは一回犬になってみること、はい、ああ、わかりました。で一回犬になると、はい、その後その会社を辞めたとてまあ、はい、うーん、それ相応のことがないと軸がぶれなくなります。そう、あ、マルベリさんも犬になったことがあるっていうことですか。私は完全犬になったことありますね。おー、はい、なるほど、わかりました。社長が言えばうんと。
2年続けて、まあ最終的には私は精神崩壊したっていうあれですけど、まあでも怖い。いやまあでも言ってしまえばもうそれは覚悟の上で、もう自分がもう潰れるまでやるって決めて、はい、で そうじゃないと、まあ、言ったらストーブルさんみたいに仕事楽しめない状態でずっとあの その企業にいないといけなくなっちゃうんで、はい、まあ、やりたいことができなくなったイコールその、はい、なんかあのその会社で自分ができることがなくなるっていうふうに判断するのか、もしくは、はい、その中で新たなものを見つけられるかの可能性のために全てを一旦無視して犬になれるか、なるほど、のどっちか。はい、ちょっと私は、はいはいまあ、私はなりましたと、はい、いうことなので、ありがとうございます。なんか参考にしていただいて、まあまあ、あくまで私はなので。はい、いやでもなんかすごく、はいはい、励みになりました。頑張っていただいて、ありがとうございます。100% 解決でよろしいですね。はい、解決です。ではストーレさんのお別れの言葉まで3322119、ありがとうわ。なんだそれ。みんないろいろと工夫してくれてね、ありがたい限りでございますが、もしもーし。あ、もしもーし、アルネです。来ましたね、某ニコ生主。そうですね、はい、アルネさんの登場でございます。はい、いやー、アルネさん、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。付き合い長くなっちゃいましたね。長いですよね、ニコ生の、あの、そうね、リヴァイア様がやってる時からですよね。ですね、アルネさんはもう言ったら、はい、まあ、今放送見てるな人の中で一番古い方ですかね、もう言ってしまったら。そうですね、はい、当時アルネさんと3名ぐらいが、私がちょうどあのニコナ、あ、ツイキャスからニコ生に移動したタイミングですね、はい、の1回目の放送にアルネさんもいたんですよ。いました、いました、はい、あの時から、はい、いや、うん、私のだから星ドラの生放送歴のほぼ一番古くを知る方になってしまったんじゃないでしょうか、アルネさん。そうですね、はい。で、そのアルネさんが今日はどんなお話を。そうなんですよ、僕もちょっとニコ生のちょっと放送やってまして、はいはいはい、あの星ドラの配信やってるんですけど、はい、最近ちょっとマナーの悪い人が多いというか、うん、なんか、まあ、挨拶もしないで、はい、まあ、そう、自分が立てたクエストに入ってきたりとか、はいはいはい、クエスト終わった後にオツとか、はいはい、そういう、まあ、ことがオツとかお疲れ様ですみたいな、はい、挨拶ができないとか、うん、人がいて、まあ、困ってるんですよ。なるほど。放送のモチベも落ちてるんですけど、はい、どうしたらいいでしょうか。いやまあでもこればっかりは挨拶するしないもこう昔からずっと放送参加してくれていたりするリスナーさんとか、放送主側からするとやっぱり普通に、うん、なんていうんですかね、一般常識というか普通の社会の人間との関わりと同じように放送でもあったら挨拶するし、なんかしたらありがとうございますっていうのが当たり前で、まあ、そういうのを結構大事にしてた、うん、こう世代じゃないですか、我々って特に。はいはい。でそこからスタートして、まあ、そうじゃない人が出てきた時の反応っていうのもな慣れきってしまってるというか、多分放送最初があのまだあんまり人もいないような時、あの、うんうんうん、数十人で生放送とかやってた時ってたまに変な人来たじゃん、うん、あの来たりするとまあこう、はい、一個一個、まあ面白かったっていうのもあるんですけど、一個一個、いや、挨拶ぐらいはしようねとか、こうか軽く対処してたじゃないですか。はいはい。うん、でも、今逆に、まあ、数も多分増えてきてるでしょうから、多分処理しきれなくなってるっていうのはあるんじゃないですか。その、一つ一つ、この放送の空気感とかに馴染んでもらえるあれもなくて、もう、ポーンと来て、あ、なんだ、挨拶しない感じ悪いやつだから、こう、まあ、軽くは言うんだけど、うん、最終的にこう輪に入れないようなあの状況をこうそのままにせざるを得ないみたいな、うん、いう部分って、まあ、相手側に配慮がないのは間違いないところなんですけど、まあ、言ってもこっち側も対処しきれなくなってるっていうところもゼロではない。だからこそ2018年はちょっとこう今までのそういう当たり前みたいなのをこう我々も少しはこう解かないといけないんじゃないかなと思ってたりしてたんですよ。はい、でちょっといろいろアクションを起こしたんですけど速攻挫折したんですけど。そうなんですか。やっぱりなかなか体型が変えられないなっていうか、まあ、うん、お互いそれぞれね、
だから難しいですからね、価値観バラバラだったり、うん、誰がいいとか悪いがない問題ですからね。なんでもう私の放送ではとにかく草の根活動じゃないですけど、うん、やっぱりこういうあの私の放送って前提としてこういう放送ですみたいな空気感作りをもう徹底するようには私はしてて。なるほど。具体例で言うと例えば、合言葉1247でどこどこの魔王級メンツ指定で入りますとかってやった時に、うんうん、そういうのをあんまり気にせずにもうバンバン入ってきちゃったりしてなかなか入れなくてとか、うん、入んないでねって言っての入ってきたりありますよねいっぱいあるじゃないですか、はい、そういう時に、まあ、私の放送ではいやもう子供たちも見てんだからみたいな大人たちよみたいなもうさ子供の手本になりましょうみたいな大人な放送にしてきましょうみたいなことをよくあのずっと言い続けてたんですけど、はい、まあ、それでも YouTube ライブはねやっぱ人多いんで前よりは良くなったんですけどね前よりは良くなった前よりはまだ良くなったんですね、はい、まあ、ちょっとずつその雰囲気作りっていうかまあ本当にねもうどう見たってマナー悪いだろうっていうのもあるじゃないですか。はい。でもそれをなんていうんですか、まあ、アルネさんどう処理してるか分かんないですけど私の場合だったらもうやっぱ言っちゃうんですよね。そのひどいと周りに迷惑がかかるような状況になっちゃうと。ああ、うん、言っちゃった方がいいですね、うん、で言ってそれでわまあなんか攻撃するために言ってるんじゃなくてやめてほしいなって思いで言ってますでそれで理解してもらえる方は全然継続していただいてもいいと思うんですけど、うん、そうじゃなくて、まあ、そこでこう乗っかられた場合にはやはり、まあ、ちょっとこの放送ではごめんなさいって私はいいかなと思っちゃってるんですよね。あ、ブロックで、まあ、ブロック、まあ、私の場合ブロックするってことよりかはご退出くださいって、はい、こうやんわりと やんわりと、はい、まあ、それがやんわり伝わってねえよって言って爆切れされてる方もいらっしゃるみたいなんですけどはい、参考になります参考になっていただいたのかちょっと分かりませんが、はい、アルネさんも、はい、ニコ、まあ、今話してた通りねニコ生放送やってたらた、まあ、のマルベリックチャンネルの魔王級の攻略動画とかにも何度も出演されしていただいている方でございますので、まあ、もし興味がある方いらっしゃいましたらねアルネさんも要チェックでございます。ありがとうございます。アルネさん大丈夫ですか。もうはい解決しました。 100% 解決よろしいですか。はい解決しました。アルネさんの締めの言葉でいやーこれ生主さんですからね決めていただきましょう。3、3、2、2、1、1、GO! それだけかい続いてはこの方。もしもし。こんばんは。こんばんは。なんで2回言ったんですか。なんか響いてたので2回言ってみました。ああ大丈夫ですか。レイラです。はい、おなじみ、おなじみ2回目で、はい、この間ちょっと聞くの忘れてたことがあって。ほう、はいはい、あの今私、はい、グラディエーターの転生。グラビア。違う、グラビアじゃない。グラディエーター。あ、グラディエーター。はい、の転生2のレベル40なんですね。転生2のレベル40。レベル40、はい、でずっとそのグラが新しく出てから。グラビア。じゃあグラビアじゃないですって。はいはい、で、はい、あのなんか、はい、あのそう天文学者とグラが出たじゃないですか。もうでそこで、はいはい、あのグラを育成してるんですけど。もうみんなグラビアにしか聞こえなくなってきたでしょ。あ、なんでもない、なんでもない、どうぞどうぞ。なんでもないですか。はい、で、あ、青龍の構えてあるじゃないですか、特技に。はい、あれ使うタイミングがわからないんです。はい、じゃあ使わなくていいんじゃないですか。いや、なんかでもせっかく出てるから、はい、なんかマルチ回ってても使ってる方ってほとんどいなくて、はい、なんか実際なんかどれぐらい使ってるんやろうと思って。実際どれぐらい使ってる。はい、なんか皆さんが使ってるのか、みんなに、あ、まあ私も含めみんなはどうなんみたいな、ちょっと話題、うん、話題提供してやったわ、して話題提供してはる、あ、してやってはるわみたいな。じゃあ下から目線ですけど。現状なんですよ。そう、うん、なるほど。っていうのが質問を思い出したので電話しました。はい、うんうん、まあでも青龍の構えね、10倍貯めるのを楽しむスキルってことでしょう、うん、そうなんですけど、うん、なんか結構レベルが優しいダンジョンやったら、うん、その CT 溜まるまでなんかその10倍になるまでめっちゃ時間かかるじゃないですか。はい、なんかそうこうしてたら終わるし、はい、なんか魔法なんかその伝説とか行くと、うん、もうそれどころじゃないじゃないですか、うん、
そんなん構えてる場合じゃないみたいな、うん、なんかバフかけなあかんしみたいな。なるほどね。つまりそうレイラさんはこんなスキルを実装する運営を批判したいと。いやどういうもつもり、なんていうんですか、どういう目的なんやろみたいな。もうそれどころじゃないと、お前らどういうつもりやと。違います、ね、悪えみたいな、そういうノリ。いや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 、いや、違います。いや、でもほんまに使いどころが分からなくて、うん、まあ、別に使わなきゃまあいい話なんですけど、まあそうですね。まあだからこれはだからな、だからあのレイラさんも動画見てないんでしょ。え、いやだから見逃してるものありますか、うん、いや、グラと天文が来た時に言ってたじゃないですか。そもそもやっぱりあの CT を実行してから貯める間とか、はい、天文の星の願いをもう実行してすぐ反応しないし、キャンセルもできないし、みたいな、他の CT が見えないデメリットがあるって、うん、でも、はい、まあ、その使いどころをうまく活かせるようなコンテンツが今後来た時に、今どこで使うのこれみたいなこと言ってた、言ってて、こんなん使わなきゃいいんだよみたいなこと言ってる人は、実際グラが使える時来た時、お前ら絶対使うなよって勉強不足ですね言ってた動画があるんですけど、勉強不足で全部見たつもりやったのに失礼しました。いやいやいや、その冗談ですけど、まあでも、うん、実際今使い勝手が悪いかどうかで言ったら使い勝手悪いですからね、うん、実際、うん、で使う場所が、え、マルベリーさんは使えますか、はい、あ、使う時はありますよ。魔王とかであのグラで行った時にどうしても CT、 まあ、はい、職業スキルって基本的に元々の考え方がそうで、あの例えば海賊だったら荒波の船歌が、まあ、活用できるスキルの一つで魔王級でよく多発するじゃないですか、はい、でその代わり、はい、砲撃はあんまり使わないじゃないですか。はい、CT が重いし、使った後の CT アドバンテージが大きいんで、まあ、どうしても自分が持ってた武器のスキルがなくなった時、最後の最後の締めに砲撃を打って勝ち切るとかね、いうようにもともとサブの攻撃スキルがついてるっていうので、まあ、それの火力をどんどん上げられる版っていうのがグラでいうと整理の構えであって、グラの本、あの 職業としての一番のメリットは、あの攻撃特技の赤絵の部分が CT 早く溜まるっていうのと、ダメージ食らうことによってリベンジモード発動して CT がパイプッシュされるっていうところのメリットを生かす立ち回りの中で、最後最後 CT がなくて打てる時に、あ、打てるスキルがない時に整理の構えがあったじゃない、コンボつないで、あ、魔王を倒せたっていうのが使い方です。あ、なるほど。長い説明だな。それが正解。はい、ありがとうございます。解決した。解決した。来ました。100% 解決でよろしいですか。はい、大丈夫です。それでは、ありがとうございます。レイラさんの最後のセクシー挨拶まで、3322119。KB。ただののんべえじゃねえかよ。さあ、続いてのコールバックいきましょう。もしもーし。もしもーし。あ、どうも、マリモッコリです。こんにちは。